一丁やりましょうか、二つにチンチロどころか麻雀やったらハクハクハクチュンチュンチュン満タン第三現代歓迎優勝泣いたんで泣いちゃってる。さあそれでは次の試合ラウンド4第三試合はチームエントダ VS チームバトー、大将中央へお願いします。さあエンタだ、ここに来てフォークバーサスワニューが見れるというとんでもない戦いになります。さあそれではこの2人が戦うビートを聞かせてもらいましょう。 DJ やなたけ聞かせてくれ。DJ スニーズ聞かせてくれ。わお。さあこれを踏まえて先攻後攻のじゃんけんお願いします。OK、 それでは先攻ワニューどうしましょう。DJ スニーズさんの16人で。オーケー。それでは大将戦に行きましょう。先攻ワニュード、後攻フォーク、16の2本です。 DJ スニーズ始め。物語を始めるぜ。歴史死んでからじゃ遅いね。だから生きてるうちされる評価、そんでもってオーバーザボーダー。あん時の楽屋裏より隠さずやる、溢れ出す気持ちそいつもぶつけ、何度震えそのたんびになってた行方不明。今夜ここにたどり着いた、まるでミクシーインセタツイッターよりもぶち上げたいのは現場。 ID よりはニューアデンジャー、どんなステーキより立ちたかったこんなステージ。音楽性にどうこう言われるより聞くぜノーブレーキ。いやいや、なんかおっかねえ感じだけどやり方はいつもと同じだね。最後に俺がぶちかましてやるぜ、俺だよお待ちかね。何度でも言うぜここの現場、お前ちょっと暗すぎるよ。さっきの試合見てても思った、ちょっと怖いよなあ。もっと力抜いてリラックスしながらリラックス、タイムとは違うけど今すぐライブをひねり出す、そして誰がやべえのか示します。イエスとうなずくやつがここに集まる、まずまずじゃねえぜはるばる来たなら、そう俺が軽々と飛び越えてやるぜ。考える、考える、考えるみたいに腹ん中いるわけでもねえママとパパ、それでもやっぱりありのまま生のカラー見せてく大和魂。恐ろしく見える、俺にはあんたたちが恐ろしく見える。人の目、物語の視線全然違え、来たぜ次元とその先あるぜ矛先、向いてる方角証言のビートの上に乗っかるレプローカル、罵倒のやり方ジャパニーズグローダル。挑発じみた言葉一つも使ってねえのに恐れてるのはあんただけ、俺の方が示します、もしかしてこの後逃げちまう。いやいや恐れてない、それを笑ってる、お前のことを可愛いと思ってる。誰がローカルか知らねえ、ここが俺のローカル、全て強奪していくぜ。ゴーダッシュ帰った方がいい、まるで B ダッシュかマリオか知らないけど、そう顔色も悪いよ。お前の千葉が俺にとってのここ、今ここで証明するとこ、この仕事を受け負った祭り、仕事と遊びはわきまえてる。せいはアイスバナはフォーク、しょってるここ相鉄線で超説明、結果にはしねえ、この小説で証明する。リビングレジェンドなんて言わねえ、ちょっとレジェンドが当たり前の横浜でレジェンド語るほど愚かじゃねえわ。終了。それではジャッジに入ります。先攻ワニュード、後攻フォーク、勝者ワニュード。さあこの試合を最後まで戦い抜きました両大将に今一度盛大な拍手を。
MC バトル祭りフルで見れるのはアベマだけやで。登録して行さん見てな。